ウルバリンウルバリン、X メンゼロ、X メン、X メンウルバリン、X メンゼロ、ウルバリン、X メンゼロは、マーベルコミックの架空のキャラクター、ウルバリンをベースにした、2009年のアメリカのスーパーヒーロー映画である。監督は、ギャビン・フット、脚本は、デイビッド・ベニオフとスキップ・ウッズが務め、ヒュー・ジャックマン、リーブ・シュレーバー、ダニー・ヒューストン、ドミニク・モノハン、 ライアン・レイノルズらが出演する。X ・メンシリーズの4作目であり、ウルバリン3部作の第1作目であり、X ・メンオリジナル3部作のスピンオフ、続編にあたる。1845年のカナダで若きジェームズ・ハウレットは、グランドキーパーをしていたトーマス・ローガンによって、父親が殺害されるのを目撃する。そのショックによって、ジェームズのミュータント能力が覚醒し、 骨の長い爪が手から生え、そして、ローガンを刺し殺した。だがローガンは、死の間際に、自分こそが、ジェームズの父親であると告げる。ジェームズは、その後一世紀以上にわたって、兄のビクター・クリードと共に生き延び、南北戦争や二度の世界大戦に参加して、戦い方を学んだ。しかし、ビクターは徐々に、獣としての凶暴性が目立ち始め、ベトナム戦争の時には、 村人女性を暴行しようとし、止めに入った上官を殺してしまう。ジェームズは兄をかばったため、ビクターと共に銃殺刑に処されるが、再生能力のため二人とも生き返り、牢獄に収監される。そこへ、軍人のウィリアム・ストライカーが現れ、エージェント・ゼロ、ウェイド・ウィルソン、ジョン・ライス、フレッド・デュークス、クリス・ブラッドリーらを含むミュータントで編成された特殊、舞台。 チーム X へ二人をスカウトする。二人はチームに加わり、一行はダイヤモンドを取り扱うアフリカの棒、武装グループを襲撃し、リーダーの男に持っていた黒い鉱石は、どこで入手したかを聞き出す。一行は、鉱石が取れたという村へと向かい、力属で制圧し、村人の一人からその鉱石が落下してきた、隕石から取れたものだと聞かされる。 落下した場所まで案内させようとするが、村人たちは神聖なものだとして固くなに教えようとしなかった。それに対しストライカーはビクターを焚きつけるが、ジェームズは民間人すら犠牲にしようとするビクターやグループの非人道的な行いに疑問を持ち、その場から立ち去りチームを脱退する。6年後、ジェームズはローガンと名乗るようになり、恋人のケーラ・シルバーフォックスと共に、 カナダで暮らしていた。そこへ、ストライカー大佐が現れ、何者かが、チーム X のメンバーを殺しているとローガンに、警告する。その後まもなく、ビクターによってケイラは殺害され、ビクターに挑んだローガンも帰り討ちにされ、重傷を負う。ストライカーは、ビクターを倒す方法を教えるとして、ローガンに、かつて創作した、アフリカの隕石から採取した鉱石より生成される。 笛の金属、アダマンチウムの結合手術によって骨格を強化するウェポム X 計画を受けさせる。手術の前にローガンはウルバリンと記された新しい認識表を求めた。だが手術中にストライカーの記憶を消すんだという発言をローガンは聞きストライカーの研究所から脱出。その後エージェントゼロを含む軍隊からも追われるようになり指名手配されながらも ジョンやフレッドといった元チーム X メンバーを訪ねながらビクターを追いかける。その一方、ストライカーはビクターに殺されたウェイド・ウィルソンに改造手術を行い、元チーム X の仲間をはじめとする多くのミュータントの能力を兼ね備える超人兵器、ウェポン・クシーを誕生させ、ウルバリンの抹殺を命令する。 20世紀ホックスホームエンターテイメントジャパンより2010年1月22日にブルーレイディスク2月3日に DVD の2フォーマットをリリース。先着予約特典としてブルーレイ、DVD のどちらにもマーベル製の限定カバーアートブックを付属。ありがとうございます。